殺生丸、そなた人間が嫌いではなかったのか。それが人間の子供を2匹も連れて餌にでもするつもりか。天聖画の冥道を広げる方法、父上から聞いているはずだ。さあ、私はこの冥道石を預かっただけだから。冥道石、殺生丸が訪ねてきたら使えと。そうそう、こんなことも言ってたっけ。冥道石を使えば殺生丸は危ない目に遭うけれど、恐れたり悲しんだりはしてはならぬと。あんまり心配そうじゃないね。なんかやっぱ似てるわ、この親子。どうする、殺生丸、母は不安でならぬ。心にもないことを。ならば楽しませてもらおうか。冥道三月か。これが殺生丸の冥道か。深淵にはほど遠い。な、殺生丸様の刀で切れない。それは冥界の犬。殺生丸、どうやらそなたの刀は毒にも薬にもならないようだな。待て、殺生丸、冥道に踏み込むつもりか。それも人間を救うために。随分と優しくなったものだな。犬を切りに行くだけだ。おっ、殺生丸様。冥道が閉じたら最後生きて戻っては来られない。ああ、だから行くなと言ったのに。いや、言ってないだろ、そういう大切なことは。道、冥界への一本道か。いくら父上様の与えた試練とはいえ、あまりでございます。泣くな、うるさい。殺生丸様はどうなるのでございますか。刀の成長に多少の犠牲は仕方ないだろう。あの世の使いども、奴らなら。癒しの天聖が。あの世の使いも冥道剣も同じ冥界のあやかし、癒しの天聖がで切り捨てたか。殺生丸様が癒しの力を。ということは凛の命に関わることがあったということか。小妖怪。私、邪剣と申しますが。あの人間の小娘、殺生丸のなんだ。何と聞かれましても、ただ長年お仕えしているこの邪剣より凛の方がずっと優遇されているというか。小娘は死ぬぞ。ぐぎ。殺生丸様。お前は動けるようだな、紫魂のかけらの力か。道が。凛を連れて走れ。はい。この先に冥道残月派を育てる何かがあるということか。あの、冥界にたどり着くと何かあるので。さあな、私の知ったことではない。ギギギ。されど冥界の真の闇に踏み込んだが最後、たとえ殺生丸でも二度と戻っては来られない。ましてや人間の子供ごときの命は冥道一歩進むごとに。リン、殺生丸様、凛が息をしていない。そして殺生丸、冥界の闇はそなたの目の前だ。凛が死んだ。息をしていないし、だんだん体が冷たくなって。凛を下ろせ。
どういうことだ。あの世の使いどもが見えん。切るべきあの世の使いどもがいなくては救いようもないな。それではリンは、このまま死ぬしかない。そんな、天聖画で冥界の主を切り捨てれば、あるいは蘇るやもしれぬが。まことでございますか。が、所詮それはかなわぬ。主は冥界の闇の奥にいる。闇に入れば二度と戻れなくなる。いずれにしても小娘は助けられぬ。なぜだ天聖が、答えろ。すみません殺生丸様、俺がそばについていながら。連れてくるべきではなかった。狼に噛み殺されたリンをあの世から呼び戻したあの時、あのまま人里に残してくれば。闇が、殺生丸様、リンが。闇に飛び込んだか。殺生丸様がいなくなったらわしはどうすれば。小妖怪。邪剣でございます。私とて鬼ではない。愛しい息子が刀の修行ごときで命を落とすのは無念。道を開いてやろうと思う。おお、さすがはご母堂様。ぐぐ。外界だ。出ておいで殺生丸。そのまままっすぐ進めば冥界から出られる。だがこの道はすぐに閉ざされる。そうなればそなたは二度とこの世に戻れぬぞ。琥珀、お前はこの道を行け。え、道ができていく。凛の匂いだ。殺生丸様、俺も行きます。殺生丸様は知らぬ。あんなやつ戻ってこなければいい。母の親切を無視しよって、全く可愛げがない。死の匂い。さしずめ冥界の主といったところか。余計な手間をかけさせるな。これ以上お前の世話はやかぬ。はい、気が抜けない。少しでも抜いたら持っていかれる。死人の山。リン、そこへは行かせん。やった。リン、起きろ。リン。おかしいな。冥界の主を切ったのに小娘は死んだまま。小妖怪。邪剣でございますが、覚える気ないんですな。もしやあの小娘すでに一度天聖画で蘇っているのか。はい、それが何か。ならば生き返るはずはない。殺生丸様、救えんのか。天聖がこんなもののためにお前を死なせてしまった。凛の命と引き換えに得るものなど何もない。天聖画が
人の山が、まるで天聖画にすがっているみたいだ。貴様らも救われたいのか。冥界の死人たちが浄化されていく。冥道残月派。残月派の冥道が開いた。しかも前より穴がでかくなっておる。新章丸さんも戻ったか。どうした摂政丸、浮かない顔だな。そなたの望み通り天聖画は成長し冥道は広がった。少しは喜んだらどうだ。凛がこうなることを知っていたのか。そなたはすでに一度小娘を天聖画で蘇らせたのだろう。天聖画で死人を呼び戻せるのは一度きりだ。当然だろう。本来命とは限りあるもの。そなたの都合で何度も救えるほど軽々しいものではない。摂政丸、そなたは神にでもなったつもりだったのか。天聖画さえあれば死など恐るるに足らぬとそなたは知らねばならなかった。愛しき命を救おうとする心と同時にそれを失う悲しみと恐れを。悲しみと恐れ。父上はこうも言っていた。天聖画は癒しの刀。たとえ武器として振るうときも命の重さを知り慈悲の心を持って敵を葬らねばならぬと。それが百の命を救い敵を冥道に送る天聖画を持つ者の資格だと。摂政丸様が慈悲の心を知るために凛は死なねばならなかったというのか。小妖怪、泣いているのか。邪険でございます。摂政丸様はどんな時でも涙を見せぬご気性ゆえこの邪険が変わりに。ほう、悲しいか摂政丸。二度目はないと思え。光が。冥界に置き去られていた小娘の命が。もう大丈夫だ。はい。あの、ご母堂様、摂政丸様に代わってお礼を申し上げます。摂政丸は喜んでいるのか。おそらくものすごく。人間の小娘一匹にこの騒ぎ、変なところが父親に似てしまったな。ついていこう。摂政丸様ならきっと奈落を滅することができる。小僧、一つ聞いておく。お前は冥界の中で生きている。